教科書に載ってるものはちゃんと使いこなせるようにと、いつでも引っ張り出せるように。はい、こんにちは。こんにちは。今回は東京大学の理系の数学です。東京大学の理系の数学を解くための方法を今日も3つご紹介しますね。ゼミ系の薄井です。中川です。はい、まず皆さんが困ってらっしゃる東京大学の数学のいくつかのパターンを考えます。その次にそれが起こるメカニズムと対策をですね、学習理論の観点からお話しいたします。動画の最後の部分で、ではどうしたらよいのか、すぐに簡単に取り入れられる方法を今日も3つご紹介いたします。一番最後に多言無用の最終例、これを使おう。この動画を見てくれている方限定ですね。でお話をいたします。その一番最後の最後に、現在ちょっと書籍のプレゼントをしてますので、そのご案内もします。最後の方で、おしゃべりしますのでご覧ください。東京大学の理系ですね、数学。今日は総論ですね。対問6問で150分かかるということで、1問あたり25分で解ける問題ではないので、増えれば増えるほど大変ですね。どの問題をやるか、それとも飛ばすか、その辺の見極めが重要になってくるだろうなと思われますね。一応全部の問題には触った方がいいですよね。そうですね、はい、得点配分です。対問6問で120点、1問20点分ぐらいですかね。文系と同じで全て記述式で、はい、大体2問から4問の小問から構成されていると。1問だけのものでも回答までのステップが分かれてますので、しっかり回答ストーリー立てながら作っていって、部分点稼ぐようにという形でやっていただければと思いますね。傾向ですね。微積分、それから複素数平面、方程式、不等式、領域、図形座標、数列、整数、倍の数、確率。文系とほとんど一緒ですか？範囲としては大体文系と共通だし、図形とかが多いというのも、特徴の一つだと思うんですけど、やっぱりそれで解きやすいのは、微積とか手箱の辺ですかね。一つ思うんですけど、あれですかね、文系の方が理系の問題にチャレンジするのっていうのは練習になりますかね。そうですね、この図形とかその辺のところはもう共通で、やっぱりちゃんとやっていただけた方が、特にこの数列整数とか共通の問題とかが結構ありますよね。そうですね、はい、もうこれは文系理系に関係なく、この、アイデア勝負ってところもありますので、ぜひ目を通していただければなと思いますね。はい、それでは方法です。まずは落ち着いて問題をよく読み、何を言っているか理解する。難しいですよね、問題文自体が。問題文が理解するのがなかなか難解だっていう問題が結構ありますので、メモ用紙のところにグラフ書いてみたり、ね、問題の全体像を掴んで理解してから入るというところですよね。普段慎重な方でも、焦って時間が限られてますから読み飛ばしちゃったりとか、うっかりミスっていうのは結構ありますね。そういうのを防ぐためにも、よそなところはアンダーライン引きながら問題読んだり、今言われたようにその計算用紙にメモを取りながらとか、あるいは簡単な図でも書きながらイメージをしっかり持ちながら読んでいくっていうのが重要かなと思いますね。ストーリーを予想しよう、素直に誘導に従ってこうと、誘導に従っていくと、なんとなく次の証文につながっていくようになっている。あともう一つは、ただちょっと証文を先読みしていただいて、結局行き着く先はここなんだなって、何をしようとしているのかが分かるかもしれないです、ね。はい、それから、すぐに正解を見ない。どこかで模範解答を真似しようって僕も言ったような気がしますけど、それも大事ですけども、発想っていうかですね、思考力というかですね、そういうものを鍛えるのに、すぐに正解を見ないっていうのは大事ですよね。東京大学の問題、意外に難問奇問とかいうふうな、そういう問題っていうのはあんまりないですね、あくまでも教科書の問題に従って、それを完全にその自由自在に使えるようにすれば解けるような問題っていうのが多いですね。東京大学の問題とか発想力とか思考力とかを問われるような問題が多いので、この辺でやっぱりその悩む、考えるで気がつくというふうなところの練習をしっかりしておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。僕1日って書いたけど、 2、3日悩んでみるといいのかなとは思いますね。はい、それでは多言無用の最終編いきます。方程式の問題は稼ぎどころ。
2012年の一番を書いてみましたけれども、これも方針は立ちますね。まあ、これ証文一番、この最小値を持つことを示せですから、まずこれ基本的に微分すればいい、普通の微分ですよね。あのこれはただの積の形の微分ですから、コサイン微分して後ろそのままで、今度は前そのまま後ろ、対数ですからコサイン分の1というふうな、そういうふうな単純な、あコサイン分のサインです結局なりますので、後ろの方はこれはサインでもって、こっち側は中の x のところ、こちらの方は積分して、ね、積分して、はい、で、t に置き換わってという、ね、そういうふうな単純な形になりますので、うん、でそれを増減表を作ると、まあ、この区間で1箇所だけ極小値を持つような、そういうふうなグラフができるというふうな形ですね、うん、あのこれに圧倒されないですね。2番は、まあ、それを示したらその x を掘り込めばいいと、掘り込めばいいですね。ただサインとコサイン間違えたりとか、そういうふうな分かりミスが、いや実は私も解いた時にやっちゃったんですけど、ね、ああそうなんですね。三角関数の微分積分とか、指数関数、対数関数 の、 あの微分積分は慣れておこうと。教科書に載ってるものはちゃんとあの使いこなせるようにと、いつでも引っ張り出せるようにと、ミスなくできるようにと。東海では予備校や参考書で伸びない方のために勉強方法を工夫して指導しております。お困りの方は概要欄のホームページからご相談ください。